色がないティッシュが。テロップ次は次22時55分かめっちゃ開く22時ビーフシチュー、あ、言えなかった。ビーフシチューパイ食べた？いいね。私も後で食べる後で。早く食べたいけどちょっとまだ買いに来て。この後しっかり配信ないも全部寝てたわやっぱ寝ないと。でも今日は睡眠時間少ないからやっぱ寝とかないと。公園だからね夜は。全部寝てた。こんだけ、でもこんだけ寝たけど、あ、今全部何時間、全部何十分か経ってたから1時間も寝てないからさ、さっき1時間半空いてた、空いてはいたけど何分、何分、2、30分寝た。さっき20分、でも20分ずつぐらいかな全部だから3回、あ、でも1時間、合計でこことこことここでしょ。1時間、合計で1時間ぐらい寝れたかな そんなさ、配信終わってよし寝るぞって寝れないすぐメント入ってそんなすぐ寝れない無理だから携帯触ってってしてた。フラムかけて携帯撮ってって言ったら時間取ってて、まだ寝る時間もうないねん。ない。あとはもう劇場行ってリハーサルとかなんかいろいろ準備して公演です。寝といてすぐ寝れるわけじゃないからさ無理だ私には。弁当食べながら見てます。え、いいな、いいな。私も早くマックを買いに行きたい終わったらすぐマック買いに行って食べよう。なんかついた。今日はグラコロ
とビーフシチューパイ。フェニックキングでランチいいね。お昼から食べ、お昼からお昼からそんな言うほどでもか、お昼食べ放題いいね。食べ放題いいよね。焼肉キング、焼肉食べ放題いいよね。よく言ってたな前、時々、よくじゃないわ、時々言ってた焼肉の食べ放題。キングも行ったことあるけど、キング以外とか行ったりしてた。バーガーキング、バーガーキング行ったことないからわかんない。痛くて食欲ない。それはもう歯医者に行って治すしかないよ。焼肉の食べ方はサイドメニューも増え、確かにサイドメニュー焼肉ばっかりだとちょっと食べれないからね。いいよね、キングとかサイドメニュー美味しいのいっぱいあるし。食べ放題、食べ過ぎて帰りに後悔、え、それはわかる、めっちゃわかる。わかる。帰りめっちゃお腹いっぱいで食べ過ぎたみたいな、よくなるそれ。でも食べ放題だから食べたいって思って食べちゃうんだよな、めっちゃお腹いっぱいになるまで。んじゃあなんかどこやった、あれ両面テープのゴミを持ってたら飛んでっちゃった。あ、あった、紙についてた。いや、こう思ってさ、その後に机の上置いたと思ったけど手についてたみたいで、そのまま紙触っちゃった。紙についてたかな。一個だけ捨て忘れたの、学校に机の上にあった。昨日全部捨てたと思ったのに。残骸がいた。切り替え自分のペースでいきますか。大体そんな感じかな。え、自分のペース以外どんな感じ。自分のペース、うん、分かんない、他の人に全部言ってもらったこと。あ、いやでも大体自分のペースだから。でも家族で行くとさ、みんながそう一人、何一人一個トングがあるわけじゃないから、それは無理だからあれだけど、その時はなんか誰かが2人とか3人とかがさ、そのトングある、ある人数分、そのトング誰かが持って焼いてみたいな、皿を食べるみたいな感じだけど、いや全員全員で焼くなんて無理だから。6人家族だと焼くところがさ2箇所あったとしてもさ、そんなトング6個もないからさ、家はもらえるかもだけど、でもそんな風にみんなないから。大変だから、その時は誰か焼いてる人、自分が焼くか。でもあれだね、結構誰が焼くとか決まってない、本当その時によって。自分焼かないこともあるし、焼く時もある。家でホットプレートで焼肉とかしたりするけどね、その時もそんな感じだね。なんか何人かが、その時2人ぐらい。ホットプレートの2台とかないから、1台だから大きいけどさ、みんな食べる時は2人とか焼いてね、出来上がったんだ、取っていくみたいな。
トングでさ、トング1個か2個ぐらいしかない確か。だから2人ぐらい。でもその時に焼きたい人がトング取ってみたいな焼いたらトング置いて、もう置いてあったら別にさ誰が触ってもいいからさ、取っても自分の好きな焼きたものがあったら自分でトング取ってみたいな、そんな感じ。めっちゃ自由。今日のお弁当持って帰る、持って帰ると思う。だってお昼マック食べるから夜劇場で食べる。そんな劇場に残ってご飯食べないよ。うん、しない。で配信の時に食べるか分かんない。55分、結構遅いから。そう、持って帰ってきて食べる時間があったらもうすぐ食べちゃうかも。普通にギリギリに帰ってきたらあれだけど、配信食べるかもだけど、帰ってくる時間に。苦手な野菜、人参ですかね。人参の甘さが苦手。でもそれ以外、あ、春菊とか人参、春菊、そのぐらいかな。あとは大体食べれます、野菜は。ピクル、あ、ピクルスそんな好きで、ピクルス野菜じゃなくて、なんていうの、ちょっと別じゃん。セロリ、セロリあんま食べたことない、わかんない。だからあまり食べたことないです。うん。かいわれ大根、かいわれ大根好き。あれ美味しいよね。ハムに巻いて大根、かいわれ大根、大根じゃないわ、かいわれ。ハムにかいわれ巻いて、あ、ハムにさ、かいわれ置いてさ、でマヨネーズかけて、で巻いて食べるのが好き。それは好き。時々食べたくなるから。あれパクチーだけはない。あ、パクチー私まあ食べたことない。パクチーは食べたことないからわかんない。でも苦手そう、わかんないけど食べたことないから。何でしょう、あ、豆苗はね、あんま普段食べないけどめっちゃ前に食べたことがあって、それ好きだ、好きだったと、好き普通嫌いではなかったね、あんま覚えてないけど、めっちゃ前に食べた。そんなよく普段食べないからあれだけど、嫌いではなかった。豆苗育ててた気がするあれさ、あのカットしたらさ、この根っこの部分に毎日水やってたりしてたら育つじゃん。まあ育てた記憶ある。お腹空いた。さっきみかん食べたけど。お腹空いたな。お腹空いた。グラコレ食べるの何時間後になるかな。2時間後ぐらい。ああ、だいぶ先だ。2時間。お腹空いたよ。なんか食べちゃおうかな。やめた方がいいかな。どう思う？2時間。2時間後ぐらいにグラグラで。そしてお腹空いた。グラコレ、え、どういうこと？あの逆算して買う時間、買って食べる、劇場ついて食べるから、劇場ついて食べる時間考えると2時間後ぐらい。
と食べてるの。お腹すいちゃう。フルーリーのいちごのやつ、あ、なんかなんだっけ、いちごとなんかココアのクッキーみたいなやつだっけ、わかんない、それだっけ。確かにあれ美味しそう。キャラメルの方食べた私、フルーリー、あれ美味しかった。ホントの卵の方はね、この間食べたからそっち食べないです、普通の方食べます。え、ゆで卵1個食べるかな、あるし食べてないしさ、さっきゆで卵食べる。え、どうしよう、え、でも迷う、食べるかすごい、卵を食べちゃうか我慢して、普通に我慢するか。いやーって、うん、いやいや、やっぱいや。2時間意外と長いよね。あと2時間、まあでもいろいろしてたら2時間あっという間かな。配信して準備してみたいなとかいろいろしなきゃな。寝れば早い、ね、寝て移動できないからな。準備も終わんないし、無理だよそんなの、無理。グラコロ楽しみ、グラコロ一番好きなんだよね、マックのハンバーガーで。レギュラーのやんさんメニューとかも入れて一番好き、グラコロが。だから楽しみ、もう食べたけどね、ふわとろ卵の方だけは。2週間ぐらい前に。お風呂持ってくんだった、ちょっと出て、一瞬出てみて、君はマフラー玄関のとこまで持って行って、寒かったらマフラー置こう。絶対寒い。ちょっと一回外出て考えてみよう、マフラー置くか。あ、クロアットマークチームメイト大好きさん、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。ありがとうございます。12月15、クロアットマーク チームメイト、大好きさん、クロアットありがとうございます。うん、落ち着いてないか。だ、光が、はい。クラットマーク、チームメイト大好きさん、クマタワーありがとうございます。ありがとう、これいかね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、またありがとうね、ありがとう。ありがとう、両面って、あ、
フォルムテープ貼らないと落ちてきちゃうから付箋だけのこの粘着力じゃこの壁はダメ、弱いんで付箋の粘着力じゃ落ちてきちゃう。靴がない。あ、靴だ。よいしょ。お。よし、ちょっとここら辺浮き上がってる。 OK、 よしありがとうございます。貼った、ここありがとう。たくさんだんだん埋まれてた壁がちょっとこの付箋さ、前使ってたクマとかの付箋よりちょっと大きいからさ余計忘れ物は大丈夫そう。忘れ物あるかな、確認するか。でもメイクポーチとリップがあれば、あ、鏡危なっ、鏡言ってなかった。鏡大事、メイクできないあ、なんとかなるけどなくて一応ね、小バッグぐっちゃぐちゃのまま入れてたわ。サタも畳むのめっちゃめんどくさくない？私だけかな？めっちゃめんどくさいんだよね。え、私あれ入れたかな、スポンジ入ってない、入れてないよ。またスポンジ持ってこよう。いや、消えちゃった。これも大事ないとメイクできないのに忘れてた蹴っちゃった足が当たっちゃった、歩いてた下見てもなんかない、スポンジを、もうなくなった。まだあるよね、
ソース入って、大丈夫じゃない、大丈夫、全部入ってる、よいしょ、思った、財布入ってると思うけどな、毎回物行った時このリュックで行った気がする、ちょっと見えない、真っ黒だから財布もリュックの中も入ってる、オッケー、靴履いていて靴忘れないでしょ、忘れないよさすがに、靴のせいで裸足できちゃったって言ったらやばいじゃんどんな忘れ物あ、57分早いな、ランキング読まないと、よし、13位からランキング読みますね、13位、竹猫17 17 3、ありがとうございます。12位、キリンさん、ありがとうございます。あ、ランキング買った、13位からもう買うか、13位、竹猫17 17 3、ありがとうございます。12位、秋彦さん、ありがとうございます。11位、まぼろいさん、ありがとうございます。10位、直人さん、ありがとうございます。9位、まるさん、ありがとうございます。8位、安成アットマーク、山田京香ちゃん、ビスエベ応援中さん、ありがとうございます。7位、ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。6位、にゃこさん、ありがとうございます。5位、くまさん、ありがとうございます。4位、キリンさん、ありがとうございます。3位、イルカさん、ありがとうございます。2位、としのりさん、ありがとうございます。で、そして1位がクラットマーク、チームメイト大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございました。次の配信は22時55分からです。劇場終わってまた配信します。帰ってきて次はとりあえず劇場ですね。公園、荷物全部入ってるし大丈夫、忘れ物ない、今日は周年公演で言わせ物しちゃったから、リュック忘れちゃった、今日は大丈夫、入れたちゃんとじゃあまた次の、あ、次はね1時間だ、22時55分から23時50分、ちょっと長めに配信しますね。じゃあまた夜の配信で、ありがとうございました、またね、バイバーイ、また後で、あとちょっと、4、3、2、1、ありがとうございました、バイバーイ。